春一番が掃除したてのサッシの窓に埃の渦を踊らせてます。机本箱運び出された荷物の後は畳の色がそこだけ若いわ。お引っ越しのお祝い返しも済まないうちにまたですね。罠にかかったうさぎみたい、嫌だわあなた、すだらけ、おかしくって涙が出そう。ワン・ツー・スリー、あのサンサロでワン・ツー・スリー、軽く手を振り私たちお別れなんですよ。タンスの陰で心細げに迷子になったハートのエースが出てきましたよ。おかしなものね、忘れた頃に見つかるなんて、まるで青春の思い出そのもの。おしっこしのお祝い返しも今度は二人別別ね。何年経っても年下の人、嫌だわシャツで顔拭いて、おかしくって涙が出そう。一二三、三つ数えて一二三、見つめ合ったら私たちお別れなんですね。おしっこしのお祝い返しは微笑みにして届けます。優しい悪魔と住み慣れた部屋、それでは鍵が逆さまよ。おかしくって涙が出そう。アンドゥトロワ、三歩目からはアンドゥトロワ、それぞれの道は私たち歩いていくんですね。歩いていくんですね。はい、今回はね、先日リクエストあったので微笑み返し歌いました。チャンネルね、さて今日も YouTube ライブやりたいと思います。やろうか YouTube ライブね。あ、今日も0時回っちゃったけど、なんとかね、今週土曜日仕事だからね、うん、はい、ライブ、うん、ライブ、葛飾の生存確認。2018年11月の9日金曜、金曜深夜。葛飾の生存確認、2018年11月の9日金曜深夜ね。もう日付変わってからね、やるね、うん、選挙やろうか。はい、季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て
愛のない人に会う。人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、糸もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。季節のない薪に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。隣を横目で覗き、自分の道を確かめる。また一つずるくなった。当分照れ笑いが続く。汚いところですが、暇があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです。一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。わすは季節のない薪に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。人のために良かれと思い、西から東へ駆けずり回る。やっと見つけた優しさは、糸もたやすくしなびた。春を眺める余裕もなく、夏を乗り切る力もなく、秋の枯葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。季節のない薪に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う。隣を横目で覗き、自分の道を確かめる。また一つずるくなった。当分照れ笑いが続く。汚いところですが、暇があったら寄ってみてください。ほんのついででいいんです。一度寄ってみてください。今日で全てが終わるさ。今日で全てが変わる。今日で全てが報われる。今日で全てが始まるさ。はい、こんばんは。今夜はね、春夏秋冬を歌いました。2018年11月の9日金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんは。どうもね。今日も遅くなっちゃった。でも今日は終電じゃないからね。どうもね。終電の2本ぐらい前かな。はい。朝土曜日は仕事です。さてです。こんな時間でお腹ペコペコなんで、今夜もいただきましょうか。ね、今夜のお夜食。ね、今夜早速行くね、今夜のお夜食。今夜はね、まあ、駅前のスーパーで買ってきたよ。駅前のスーパーでね、半額品があったんで買ってきたよ。今日はね、炙りとろしめ鯖寿司だ。箱寿司みたいなやつだ。炙りサバ、しめサバ寿司、こんなやつ。こんなやつね。こんなやつ。こんなやつ。こんなやつね。炙りサバ、しめサバ寿司。こんなやつ買ってきました。こんなやつね。と、レバニラ炒め。全部半額しんで、レバニラ炒め。じゃあこれ、レバニラ炒めはこのまま温めてこようかな。蓋して。これは温めてくる。レバニラでもこれはあったんですけど、ね、
今日はバーリアルの安い発泡酒飲み物これね。いつものグラス安いバーリアルのいいねこれお手頃発泡酒とこれ炙りしめ鯖のこれですか600円ぐらいの多分箱寿司的なやつかなね。この炙りしめ鯖寿司これねちょっとね1、2、3、4、5、6、7、9これいただきます。これで600円ぐらいの半額で300円ぐらいでこれに添付のこれ醤油昆布醤油かけてサバだからサバ多分締めサバだからね味付いてからねちょっとなんか雰囲気的におレバニラ温まったか炙りしめ鯖寿司とこんにちはそうね紅白の司会するみたいね総合司会はあのうっちゃんなんちゃんのかあれそうですよね、はい乾杯じゃあしめ鯖いこうか炙りしめ鯖ちょっと残りました、もういいやレバニラ持ってくんねレバニラレバニラあったまってあとはレバニラ炒め鶏レバニラ炒めこれあっためてきたおうこれ、ね、おうあいい香りだもやしとニラうん。ああ。取れれば。ああ。まあ。ああ。うまいな。今度、雲取り行くときはさ、あれ。充電ケーブル忘れないようにしようね、今度ね。前回忘れちゃったからな。バッテリー使えなかったから、もバッテリーは持ってきたんだけどね、あれね。ケーブル忘れちゃったからさ、充電できなかったんだな、あれ。どうもね。うん、これで半額だからね200いくらの100円でしょ、ね、だから500円ぐらい全部でこれで半額だったからさ悩んだの今日ね寿司のあったの500円台の10貫ぐらいの入った寿司たでもこっちにしたらちょっと高めだったからこっちに炙りしめ鯖寿司うまっ。おいしいよ。トイレも行くよという意味よ、トイレ。トイレだって行くからねという、そういう意味合いもあるよ。うん、はい、だこれだけボリュームあっからさ、ね、これ1個買えば十分だ、ね、あと握り寿司も買っちゃったらお金もかかっちゃうしな半額の意味ないしな、ね、でもあの方が握り寿司のセットはね500円だったこれ600円だから、ね、600円ちょっとかね
100円ぐらい安かったけど、ちょっとこれ姫様のちょっと魅力感があってね、いいね。箱寿司ね、こっちはね、ダメだ。どっちでもつけなくても姫様ってもともと塩を振ってお酢で洗ったもんだからさ、十分味がついてるからね。あのままでもいいんだ、姫様は。好みでさ、ね、つけてもいいしね。どっちでもいいんですよ。姫様はそういう作る過程で塩を振ったやつに、それはお酢で洗ったやつなんで。味が十分ついてるからね。レバーが久しぶりだな。いい感じだな、ほんとね。すげえいい感じね。そうね。天狗になってないよ。そうね、天狗になったらいつも通りは変わんないよ。天狗の投げようがないからね。あ、ね、これが初だ。だからスマホはね、最新のだからね。悪いか。でもこれ僕はこれで満足してるんだ、こんぐらいの画質で、こんぐらいで十分だって感じだよ。炙りしめさばいいね。ではまんなんだ、ごめんなさい。でもそれほど悪くはないと思うんだけど、
ローカルの方が悪いって言ってんだよね、みんなね。でも、ライブの方が好きでしょ、ライブの方はね。レバー、うん、あ、ジルさんどうも、悪いかな、ごめんなさいね。もうこれでも満足してるんだよな、もうな。あ、もうないか。今日はこれで食べとこうか。あ、今日はこれ一本でやめとこう。もう遅いんだよね。バーゲンは今日は一本でね。やめとこうね。結構小さいパックで結構ボリュームあったな、エヴァンゲラ炒め。小さいけどな、これな。うん。結構武将ってそうだね。はい、美味しくいただきました。最後のビール。そうね、ペロリよ、ウィンナーとあとペロリ。じゃあ最後、サバ寿司行こうか。モザイクじゃないからね、これね。それ入る前も、もうやらないから大丈夫よ。トイレ入っちゃもうやらないからね。ああ、いいね。炙りしめさば寿司です。まあ土曜日仕事だからね、土曜日、甲子園に、ね、ああ、なんとか9日と10日、夜が明けて10日か。早いな、ほんとね。夜を見てるか。うまそうね、いいね。4時間ぐらい。3時間から4時間。くたくたなっちゃう。でもちょうどいいこんぐらいで、ああうまい。
砂漠とかだからな。回転寿司でも、回転寿司でもね、僕、しめ鯖結構食べるからね。しめ鯖。結構鯖好きなのよね。だからね、こっちにした方がいいでしょ。握り寿司です。この寿司の種類はさ、惣菜売り場に2つあったんだけど、2つだけ。この炙り鯖寿司と、普通のよく握り寿司のセットだね。で、僕はこっち取った。サバ結構好きだからな、もうな。まあ嫌いじゃないからね。うん、消すときもあるけど、消さないそうだね。電池消すときもあるけど、いつも、普段はね、配信してるときは、ね、ラジオつけっぱなしだから、ラジオ。ラジオ好きなんで、ラジオつけながら寝て、ラジオで起きる感じで。うん、電池は消すときもあるよ。通して悪いのも大丈夫よ。ね、もうラジオ好きなんで、ラジオ消さないね。電池はちゃんと消すときもあるからね。じゃあまだ。たぶん、しめさばあるんで。うまいな、やっぱ、サバうまい、最高。でも、握り寿司よりやっぱ、ボリュームあるね。うまい。うまいね。うん、高熱やビビたるもんだもん、あの大して変わんねえからさ、うん、そんな変わんないね。それ高熱ってそうですよね、実際そうよほどのことしないそんな変わんねえからなのね、うん、変わんねえから。あ、うまい。やっぱサバにしてよかったな、やっぱうめえなサバな、最高。サバ寿司最高。まあ、じゃあ最後の一個です。もう、どこ何回行けやがる、病院で見てもらうってさ、何回言っていいか分かんないじゃないかね。なんかこの家買ったの母親がね、使い古しのね、結構あるんだ、こうやって。そこら中にね、こういうティッシュパン、箱ティッシュのがさ、置いてあってさ、使いかけで、だから、もったいないから使ってるだけで、わかった？母親が使い残しのがあって、いくつかあるんだ、こうやって。なんか、その辺にさ、やっぱ、もうお母さんはさ、もう年金生活だったから、結構優雅に使ってたみたいでさ、その辺にね、箱ティッシュ、いろんな部屋に置いてあってさ、使い方もいっぱいあるんで、それもったいないからそれ使ってるの。だからそれ消費する感じね。うん、結構ほんと上とか、上に一軒家だからさ、2階建てなんでさ、結構いろんなとこにね、いろんな部屋にさ、箱ティッシュの使い方が置いてあるんで。ああ、うまかった。僕は薄毛じゃないんですよ。男は白いだけなんで。男は白いだけなんだよ。
それは別に気にしない、僕気にしてないから大丈夫よ。まあこれでいいです。まあ生まれた時はこんなもんだもん、そんな変わんないやん。さっぱりしてるもんだ、ほんと。で、さて、じゃあもう美味しくいただいた、今日も姫さば寿司も美味しくいただきました。じゃあ最後の一曲歌って終わろうか。最後の一曲ね。最後はね、先日リクエストあったこれ歌うでもう一回、あれ、キャンディーズの微笑み返しね、歌います。コメントにはごめんなさいね、歌うだけ。じゃあ今日、今夜もう一回歌うね、微笑み返し。こういうのが使ってないよ。じゃあ、いいかな？微笑む、じゃあ、リクエストしてね。先月リクエストがあったんで、キャンティーズの微笑み返し行きます。これ、キャンティーズのこの、引退の最後の方の歌ね。だからさ、今までのシングルの歌詞が読み込んだんだよね、これね。じゃあ、歌おうか。これは作詞は阿木燿子さんかね、あれ宇崎さんの奥さんかね。春一番が掃除したてのサッシの窓に埃の渦を踊らせてます。机本箱を運び出された荷物の後は畳の色がそこだけ若いわ。お引越しのお祝い返しも済まないうちにまたですね、罠にかかったうさぎみたい。嫌だわあなた、すすだらけ、おかしくって涙が出そう。ワン、ツー、スリー、あのサンサロでワン、ツー、スリー、軽く手を振り渡したき、お別れなんですよ。タンスの陰で心細げに迷子になったハートのエースが出てきましたよ。おかしなもので忘れた頃に見つかるなんて、まるで青春の思い出そのもの。お引越しのお祝い返しも今度は二人別、別ね。何年経っても年下の人、嫌だわシャツで顔拭いて、おかしくって涙が出そう。一、二、三、三つ数えて一、二、三、見つめ合ったら私たちお別れなんですね。お引越しのお祝い返しは微笑みにして届けます。優しい悪魔と住み慣れた部屋、それでは鍵が逆さまよ。おかしくって涙が出そう。アンドゥトロワ、三歩目からはアンドゥトロワ、それぞれの道は私たち歩いていくんですね、歩いていくんですね。はいはい、今夜最後チャンディーのホエム返しでしたね。先日がなくてごめんなさいね、どうもね。飛ばされないで大丈夫だよ。立ち回る、うん、いいね、女。もう結構超全部やったね、うん。じゃあこれで終わるね。ありがとう、おやすみなさいね。
じゃあ今日はこの辺で終わるね。ありがとうね。おやすみ、また明日。土曜日仕事だからな。仕事から帰宅しないで。おやすみなさい。どうもありがとうね。またね。ありがとうね。うん。うん、ありがとう。また、おります。また明日。土曜は仕事です。はい、終了しました。ああ、よかったな、これ。さて、最後はもう一回これ歌って終わろうか。ローカルでは、ね、石原さんのこの歌、我が人生悔いなしで終わろうか、最後。大団円は我が人生悔いなし。鏡に映る我が顔に、グラスをあげて乾杯を。たった一つの星を頼りに、はるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと短かろうと、我が人生にくじはない。この世に歌があればこそ、こらえた涙幾たびか、親にもらった体一つで戦い続けた気持ちよさ。右だろうと左だろうと、我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうとうつつだろうと、我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。はい、我が人生悔いなしでした。どうもね。じゃあ今日はこの後で終わる。おやすみなさいね。また明日ね。おやすみなさい。